ボスファミ。おはようございます、現在5時5分朝の集合場所に向かう車内でございます。次行ってみよう。昨日東大の二次試験のシーンを撮り、今日合格発表のシーンを撮り、なんかね、いよいよ終わりが本当に近づいてるんだなっていう思いが強まってきてます。悔いがないように最後までやりきりたいと思います。王子くんにとってドラゴン桜と作品との出会いもそうだけど、こう人との出会いがすごく大きかったなって思います。こう今笑ってる細田かなたくんとかもそうだし、大戦艦のみんなと出会えたこともそうだし、まあ阿部さん、長澤さん、藤井亮っていう役との出会いも大きかったですね。こう新しいジャンルの役ではあるし、自分がこう型にはめずにもっともっとできるんだぞっていう風に思えたので、貴重な大切な作品です。なんかまるで密着のカメラが入ってるかのようですけど、ただの YouTube なんで、すいません、ただの事務所の YouTube。 皆さん暑い中待っていただいて、ね、日焼けだけ気をつけて。そうですね、花道みたいになってますね。ただ早く終わっただけです。はい、すいません。ドラゴン桜10話の台本です。今日は撮影終わって、今はこうホテルに泊まりながらの撮影なんですけど、二次試験の合格発表のシーンを撮ったんですけども、もう終わるなぁと思うとちょっと寂しいですね。残り2日なんですけど、明日明後日でクランクアップっていうことになるんですけども、まあ、最後まで頑張ろうと思います。藤井亮っていう役で、東大戦艦の中で一番仲間意識っていうものが強い人なんじゃないかなと個人的に思ったりもして、最初の頃やっぱクズなやつでいたんですけど、そこもこう僕が思って最初やってたものと監督さんからこう演出されたものが違ったりとか、違うというかこう根本的なものは合ってたんですけど、どこまで出すかとかが結構ズバンっていってほしいっていうので、そこがズバンってこう最初の頃いけなかったりとかしてたんですけど、結果的にまあズバンといけたのかなっていうのは一つ良かったなとも思いながらなんですけど、ドラゴン桜見て藤井亮はクズだなとか性格悪いとか、まあいろんな言葉って言われましたけど、それがまあこうなんだろうな、僕個人に向いてきたりだとかもあったし、けどそれはこう褒め言葉ではあったんですよ。僕からしたら嫌だなって思ってもらえたっていうのは、まあいい感じにいったなと思います。3話5話とかかな、ケンタに対していらねえんだよとかバカが映るしとか言いましたけど、で物語のヒール役として後半逆転して仲間思いの、まあ、人になったとかいうか、心をこう入れ替えたっていう部分はすごく やりがいがあったし楽しかった。鈴鹿央士っていう人間として藤井亮と出会って、いろんな言葉とも出会ったし考え方とも出会ったし、すごく大きな出会いをしましたね。何を喋ってるのかが分かんないですね、自分でも今。ちょっとお腹空いたからご飯食べようかな。まあ、でもとりあえずドラゴン桜第10話頑張らなきゃな。みんなで最後まで気を引き締めて
頑張ります。もっともっと最後の意気込み、最後の意気込み、はい、悔いが残らないよう最後の最後までしっかりやろうと思う気持ちと、みんなと別れるのが寂しいなっていう思いとやりきります。はい、はい、できます。結果は、ドラゴン桜、今クランクアップしました。本当に思い出深い作品で、東大専科のみんなとの絆が、あったりとか、こう桜木先生、水野先生たちの尊敬だったり、なんかいろんな思いが本当に私生活からこうなんか詰まったドラマになりました。本当にこう専科の皆さんと先生の皆さんと、それにスタッフさんも、皆さんとの出会いが本当に、自分の中でいい財産になりました。ドラゴン桜、10話まで、見てくださった方々本当にありがとうございました。また何かしらの作品でお会いできるように頑張ります。お世話になりました。ありがとうございました。いいね。設定が終わってなかったです。はい、僕が初のワンクールの連続ドラマの出演が日曜劇場っていう枠っていうのもすごく大きなことだったし、藤井亮っていう役で出演できたこともすごく大きかったし、すごくやりがいがあったし、すごく成長できたと思うし、いろんなことを考えながらできたので、明日からこの生活がないってなるとやっぱり寂しいですね。一番苦しんだシーンはどこですか？3話の、はい、ここが東大専科かって、初めて東大専科にこう噛みつきに行くシーンがあって、どうこう相手にイラつかせるかなとかを考えていったんですけど、中身はほぼ合ってたんですけど、こう出し方がちょっと違ったので、こう監督さんから求められたものを奪ってやるのが難しかったですね。最後のご挨拶の声もちゃんと聞こえる大きな声でしたし、はい、初めてあんなに声を出そうと思って届けなきゃなっていうのが、うんうん、それは阿部さんと2人のシーンとかでちゃんとコミュニケーションとして、相手の投げたボールとか自分が投げたいボールとかちゃんとやりましょうっていう演出が1回監督さんとずっとあって、うん、何を自分が伝えたいかとか、阿部さんに対してどう伝えようかとか、うん、そういうのを考えていたから、ちゃんと声出して喋るのって大切だなって気づきました。初めて合格点のご挨拶です。お話の中身も声の大きさもよかった。阿部さんに言われて嬉しかった言葉、はい、皆さんに言われてよくやりきったっていう言葉をいただきました。阿部さんからも。それはオールアップの日じゃの時じゃなくて、いや、メッセージカードみたいなもので阿部さんから。うーん、やりきった。まあ終わったは終わったのでやりきったんですけど、こうなんか一つ一つを振り返るとよくできたなってなるシーンが一つもないから、そこはなんか日曜劇場っていうすごく高いものが求められる現場で、大人の方たちに囲まれてすごいいいものをずっと見てたからこそ、いい刺激をたくさんもらえたからそう思えたんだろうし、自分がもっとなんか頑張りたいって思ったのは絶対いいことだし、今までのこうやっぱりイメージと違うっていうのはずっと言われたけど、まだまだ可能性はあるんじゃないかなと俳優として、
もうチーフも感動して今 目食いてましたけど泣いてましたよチーフは。そうなんです、私今日涙が止まらなくてオールアップだと思ったら。じゃあ最後に10話の見どころを。あ、はい、東大合格っていうところへの最後の東大二次試験が、最終回で、あり、合格発表も、まあ、もちろんあるんですけど、まあ、誰が受かってとか、まあ、そのなんか誰かが落ちてとか、まあ、なんかそういうのも大事かもしれないけど、こう10話まで積み重ねてきたものが一人一人の思いを持ってその受験だったり合格発表っていうものに臨んでるので、その時の一人一人をしっかり見てほしいと思います。藤井亮君が、東大専科の仲間とのこう関わりっていうところ、関係性だったりとか、なんかそういう思いとかそういうものも10話で出るので、そこを楽しみにしていただけたらなと思います。日曜劇場ドラゴン桜、最終回、今夜夜9時から放送です。ぜひご覧ください。最後までよろしくお願いします。ドラゴン桜を見て鈴鹿央士を知ってくださった皆さんで、それ以前から知ってくださっていた皆さん、僕の所属しているフォスターは、YouTube のチャンネルを持っています。こういう現場の動画だったり、なんかちょっとふざけた動画だったり、いろいろと楽しい動画を出していますので、ぜひチャンネル登録と、あとこの動画をいいねよろしくお願いします。そしたら鈴鹿央士の評価がちょっと上がります。多分上がりますか。上がります。よろしくお願いします。それでは10話お楽しみに。チャンネル登録といいねボタンお願いします。頼むぜ。